とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーのボスをワンパンできる方法をやっていきましょう。今回、ビーストバーストでワンパンできるんですけども、もう一個、ワンパンで倒す方法があるんですね。コメント、ありがとうございます。やってみると結構面白かったですね。では、まず、途中途中説明していきます。10回ショートカットでクリアしましょう。これね、10回をね、ショートカットでいかないと、そのワンパン方法がね、ちょっと厳しいんだよね。ちょっとね、その武器俺が苦手なやつで、ちょっと厳しいんですよ。まあ、とりあえず、まっすぐ進んでいきますね。では、入手するアイテム、まずここです。23回の報酬、怒り、取ってください。で、途中で、マントとブーツ、取れるところがあるんで、まあ、入手しておくと、周回が早くなるので、おすすめです。まあ、絶対取るべきもの、怒りですね。23回の報酬で取ってください。そして、26回の商人ですね。ここで、覆われた怒りに、耐えまーす。覆われた怒り、パワー108ですね。攻撃力が、6586です。で、エンチャント、ダイナモつけましょう。ダイナモだけで大丈夫です。まあ別に、この辺、虚無とかクリティカルつけていってもいいんですけども、まあワンパンで倒せるので大丈夫です。次に取るべきもの、28回の報酬で、ビーネストアーマーですね。これをゲットしておいてください。そして、エンチャントで、これだね。臆病つけてください。攻撃力が 40% アップします。では、このまんま、ボスに行きましょう。まあ、行く前に、あれだね。下に戻らなきゃいけないんですけどね。それでは、ボス戦の前に、ダイナモを貯めないといけません。左側に動いてしまうと、ボスが出てきてしまうので、入り口の方に向かって動いてください。で、ここで、ダイナモをローリングして、貯めていきます。ちょっとこれ時間がかかるんだけどね。20まで貯めましょう。それでは、20まで貯まりましたね。出てきた瞬間にドラを使ってその後怒りで攻撃するっていう方法です。いくぞ。と怒りのね、振りが遅いので、うーん、若干俺はね、使いにくいんだよな。道中で使うのはやっぱりキノコ使わないと、この怒りは俺は難しい。慣れてる人はね、まあ、事前に攻撃を出して、うまいこと戦っていくんでしょうけども、俺は、ちょっと、ボス戦で使うことぐらいしかできないですね。まあ、うまい人はいけるんではないでしょうか。でも、このワンパン方法、結構楽しいので、やってみてください。では、何が出るかな？一応報酬見てみましょう。まだシーズン 6E の1個も出てません。出ちゃった。ダイナモ。あ、でも真ん中が良くないな。一番左は、まあ虚無でいいし、まあ、そうね。ボスワンパンで倒す用としては、痛みサイクル入れててもいい感じですね。まあダイナモが入ってるんで、まあまあ、使いどころはありますね。おーおーおー、怒り出ちゃったな。でも俺が一番欲しいのはね、今ね、あ、影だったか。ベールに包まれたクロスボウが欲しいんですよ。エンチャントがダイナモ貫通。なんか使えそうな気がするんですよね。無限ダイナモで敵を倒すと、あの、一定確率で影化するってやつで、影化して、なんかうまいこと進んでいけそうな気するんだよね。まあ今それ探してます。はい。まあとりあえず、覆われた怒り、いい感じのやつが出ましたね。これはラッキーでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。